回紹介するのは今日発売したデラックス妖怪ウォッチプロトタイプ U を紹介します。ずっと前から欲しかったのでゲットできてすごい嬉しいです。では開けていきます。入っているものはデラックス妖怪ウォッチプロトタイプ U とウサピョンとピントコーンのメリケンメダル2枚です。こっちがキラキラしててこっちはキラキラしてません。すごいピントコーンがすごい可愛い。これがデラックス妖怪ウォッチです。すごいかっこいいです。青くていいですね、この妖怪ウォッチ。前の妖怪ウォッチと比べてどんな感じかな。じゃあ出してみます。でその前にこの入ってたものもういらないから、よし。やっちゃった。よし、じゃあ出してみます。じゃあまずは妖怪ウォッチゼロ式から出してみます。妖怪ウォッチゼロ式出てきて。あ、出てきた。よし、じゃあ比べてみます。こんな感じです。なんか時計の部分の大きさがこっちの方が少し大きいですね。あとここのベルトの部分もこっちの方が短くてこっちがすごい長いです。あと太さがこんな感じ。こっちの方が太いです、やっぱり。よし、じゃあ次は普通の白い妖怪ウォッチを出していきます。普通のデラックス妖怪ウォッチ出てきて。お、出てきた。じゃあこれも比べてみます。こんな感じ。やっぱりベルトの部分がこっちの方が長いです。あと時計の部分もやっぱりこっちの方がでっかいし、太さもこっちの方が太いです。よし、じゃあもうこの時計使わないね。帰っていいよ、バイバイ。あ、帰っちゃった。よし、じゃあ次はこのメリケンメダル2枚を音声確認していきます。音声確認をする前にこの単音電池を入れます。単音電池は別売りです。じゃあ入れていきます。ここの穴のところ。あ、すごい、2つに分かれた。これすごいです。なんかこっからババン、すごい。よし、じゃあ次はここ単四電池1本入れました。ではまずはここのスイッチを入れます。うわ、すごい、ここがすごいカラフルに光った。皆さん見てください。あれ、すごいでしょ、カラフルに光りました。では音声確認していきます。まずはウサピョンから。妖怪メダルセットオン。すごい、ここ光ってます。うすら影のここ。次はピントコーンを音声確認します。妖怪メダルセットオン。ピントコーンなあ、すごい。妖怪メダルを反対に入れたらどんな音声になるのかな、聞いてみます。そうじゃないよ。何これ、すごい面白い。もう一回。そうじゃないよ。すごい面白い。このデラックス妖怪ウォッチは全種類の妖怪メダルの音声が聞けるようなので、せっかくだからこの4枚のメダルも聞いてみます。前のメダルです、これは。ではまずは第1章のトパニャのメダルから。よし、妖怪メダルセットオン。
なんかプリチーがすごいノリノリですね。では次はジェットメダルのみかんにゃん、妖怪メダルセットオン。次はこのレジェンドメダルの当たった山吹鬼を音声確認します。4回目でセットオン。すごい。これは前の妖怪ウォッチよりすごい、ここもピカピカ光るし音声もすごいノリノリ、こっちの方がすごいいいと思います。じゃあ次はこの映画館の前売り券でもらったウサピョンのメダルをセットしてみます。妖怪メダルセットオン。すごい。これウサピョンが怒ってるメダルだから多分こんなのだと思います。すごい。やっぱりこの妖怪ウォッチ前よりすごいです。全種類の妖怪メダルも聴けるし音楽もノリノリなのですごいです。ゲットできてよかったです。次にこの妖怪を探すライトをつけてみたいと思います。まさか妖怪いるかな。よし、じゃあつけて、妖怪ウォッチをつけます。手によいしょ。妖怪いるかな。みんな見た？さっきなんかいた。え、よし、もう一回見てみよう。やっぱりいるよ。妖怪がいる。デラックス妖怪ウォッチプロトタイプ U でした。チャンネル登録忘れないでね。グッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。パソコンで見ている人はあの上に、あ、ここにあの登録ボタンがあるのでぜひ登録してください。あとここにあの前のビデオがあるので見てください。グッドボタン忘れないでね。レクチャンネルでした。バイバーイ。